どうもチャンネル登録者数1万人を目指す朗読チャンネルを運営している一番ですえ本日もこのコーナーでは今日朗読していく作品を紹介していきたいと思いますこの動画は朗読動画となっております音声コンテンツとして利用されたい方は画面を見ずともお楽しみいただけますまたすぐに本編をご覧になりたい方は概要欄からスキップできますのでそちらをご利用くださいさて本日朗読していくのは堺加七作探偵法第13号です 酒、えー、井佳七はですねの非常に発表された作品の少ない作家でして、えー、活動していた年数自体も4年とかなり短かったようですね知られている作品としては11編そして全体として移行など、えー、途中なものも含めて20編にも満たない、えー、作品数であったようです そしてそのほとんどが一人称で進んでいくという、えー、特徴があったようですね、えー、この探偵法第13号も一人称視点で進んでいきますどうぞお楽しみくださいそれでは改めまして本日朗読していくのは堺加知作探偵法第13号ですそれでは本編をどうぞ 酒井加七探偵法第13号前書き「私は J.B. ゴールドマン氏殺害事件に関する私の手記を発表するに先立って私自身を紹介しておきたい」というのはそうすることが読者書士に対する礼儀であると信ずるからである。 私は署名通りの日本名を名乗る100%の日本人であるアラスカで生まれてステーツで教育を受けた西暦1 9 2 0年のエール・ユニバーシティの卒業生である母親は私の小さな時に死んでしまい父親も私が大学を卒業する前の年に病死してしまった兄弟も親類もない一人りぽっちだ 金は少々ばかり父親が残しておいてくれたが遊んで食うほどでもなかったので学校を出ると直ちにシアトルのある輸入省に通信係として勤めた日本へ来たのは二年前である私はこれだけのことを挨拶代わりに申し述べておいて本文にかかりたい1 神戸の元入り口付近に拳銃強盗が出るそうだといううわさが立ったことがあるある者があれは君嘘だぜ。というかと思えば他の男はいや本当だという中には見てきたようなことを言う人たちがあって西洋人専門で立派なブロウニーを持っている なんかと言い出したしかし本当だとすると誰か被害者が出そうなものだとは誰もが不審に思っていたことであったしかしある人たちがいや拳銃強盗は頭がいいんだいつも神戸へ上陸してくるメリケンの船乗りばかりを習っているんだ奴らは拳銃強盗には慣れているからピストルを向けられるとすぐに手を挙げるんだ そしか考えていないだから警察へなんかそんなつまらないことを届けてないんだ何かと言っているのを聞くとそれもそうだなと考えざるを得なかったのであるこの噂はとうとう所轄松宮警察署の耳に入った当局も最初はどうやらただ単なる噂らしい と考えていたようであるがふと噂のブロウニーに匹敵する拳銃の遺失届が出ているのに気づくとはっとした市内東町63番館 JB ゴールドマン商会主 JB ゴールドマン氏からブロウニーの遺失届が出ていたのであるそしてどうやらこの噂は問題の遺失届が出てから人々の口に上りだしたようであると こうしたことが判明すると、警察当局も慌て出した。そしてまず第一歩として、噂の真偽だけを確かめるための調査が相当大げさに開始されたのである。しかし皮肉なことにも、当局がそうした調査にかかると同時に、この噂がただ単なる噂でなかったことを、立派に証明するに足る事件が突発した。で、この事件というのが、 私が今記述しつつあるゴールドマン氏殺害事件なのである私は読者書氏に事件の天末をお知らせする一方法として当時の新聞記事23を拝借する凶悪なる拳銃強盗を現る先頃元入り口付近に拳銃強盗を現るとの噂があって事実とも単なる噂とも言われていたが これを事実として裏書きするるに足る犯罪が、昨夜、最も凶悪な方法で遂行された昨14日午後9時35分市内北野町3丁目パシフィックガレージの自動車兵12125号運転手、警部清太郎25歳が乗客を第二特定まで送ってのきと元入内東町通りを山手に向かって失踪していると 北町角まで来た時に突然タイヤがパンクした運転手は自動車を急停止してタイヤを調べてみたが何の変わりもない不思議なことだと思いながらふと北町通りのレンガ塀に沿った歩道を見ると誰か倒れている近寄って抱き起こすと思いがけないことにも毎朝自分の自動車で会社まで送っているゴールドマン氏だ 即死している運転手は驚いたタイヤがパンクしたと思ったのは正しくピストルの銃声でありその一発にゴールドマン氏は胸部を射抜かれて即死したものに相違ない彼はこう考えたそして死体はそのままにしておき自分の自動車を飛ばせて松宮署に急を報じたバツミヤ署では時を移さずバツミヤ警察署長 罰罰検事罰罰刑事等の一行で現場を検証したその結果被害者は運転手の申し立てどおり市内元入り口東町63番館 JB ゴールドマン紹介主ゴールドマン氏と判明した致命傷は左胸部に受けたただ一発の貫通銃創であり市は何ら抵抗を試みた形跡がなかったしかし 内ポケットに入れられているはずの札入れが紛失しておりそれにはいつものように1 2三3 0円の現金が入っていたと考えられるゴールドマン氏の人格についてはとやかくの噂があったが別に怨恨による殺害とも考えられず現金が紛失している点から推察して強盗説と考えるのが一番妥当のようであるしかしてもしこの説を正しいものとすれば 先頃この辺りで噂の高かった拳銃強盗と結びつけて考えるのが最も温当であり警察当局もこうした方面に捜査主力を置いているもののようであるなお本社の側分するところによるとほど経て現場の歩道際にある下水道口から犯行に使用されたとおぼしきブロウニーが発見された弾丸は1発だけ発射されているのであるが こここに見逃してならならいことはもしこの一発が被害者の生命を奪ったものであるとすれば前期の強盗説もにわかに信ぜられなくなる。というのはこの拳銃は番号によって被害者が護身用として携帯を許可されているものであり死がかつて遺失届を出していたものであるが一説にはその後 しかし死はなぜかその旨を警察へは届け出なかったというのであるしたがって彼が所有していたはずの拳銃で胸部を撃たれて死んでいたとすれば犯人は彼自身であるまいかそして拳銃は彼が倒れた刹那彼の手を離れて偶然にもていたんでたれてんでいたとすればんれんでいんれたれたれれん 歩道道ににある下水道口に落ち込んだのではあるまいか。こう考えると自殺説にも全然根拠のないことではない一般の新聞はこんなことを書いていたのであるが中には自殺説を全然否定し去ったのがあってゴールドマン氏は自殺したのであろうという説があるが誰が自殺をする場合にああした場所を選ぶであろうかまた、 ピストルで自殺するのに左胸部を撃つなんかとは考えられない。もしああした場所及び状態で自殺する人があるとすればそれはゴールドマン氏が最初の人であり最後の人であろうと書いていた英字新聞があったのであるまたある新聞は事件の発見者であるパシフィックガレージの運転手に嫌疑をかけ1 彼のの申し立てに幾分不審な点のあること。2彼が毎朝死を会社まで送っていたこと3したがって市がいつも相当額の小遣い線を所持していたことを知っていたはずであること4強硬に用いたピストルは市が前に自動車の中に置き忘れたものでありそれを運転手が密かに所持していたと考えられること といいいううように、に相当筋道をを立てて、てかのの運転手に疑いをかけていたのである。以上は、種々な新聞記事を総合したものであり事件を種々な角度から見た正しい記録と考えられるものであるが同事件が発生した前後の模様について被害者の秘書であった私ができるだけ正しく記述してみようと思うのである。2 J.B. ゴールドマン氏殺害事件のあった日すなわち西暦1930八年末月末日は私たちアメリカ方面を対象に貿易をしている会社にとっては大変に忙しい一日であったというのはその翌日の午前10時にはアメリカ航路ポート・エリザベスマルの郵便締め切りがあって遅くとも郵便締め切りの1時間前には輸出為替を取り組むために イインボイスや船に証券、その他の他関係書類を銀行に届けねばならなららかかったからである。私たちは明くる朝出勤すれば直ちに全ての書類を銀行へ持参できるように遅くなっても仕事を全部片付けておこうと一生懸命に働いていた閉館時間の6時が過ぎる頃から仕事の済んだ者は1人帰り2人帰りして時計が9時を指した頃には結局 主人のゴールドマン氏と手紙と為替の係である私そして廊下を隔てて向かいの部屋にいるインボイス係の南村の3人になってしまった向かいの部屋から南村がインボイスを打っているタイプライターの音がせわしく聞こえてきた私は仕事に一段落がついたので一服しながら南村から新しく回ってくるインボイスを待っていた主人のゴールドマン氏も 私から持っていく為替その他の書類を署名するために私の部屋に隣り合った彼の資質で待ち受けていたのである私は9時19分をさした柱時計をぼんやり眺めながら煙の輪を吹いていたと突然ゴールドマン氏が帰る支度をして彼の部屋から出てきた「おやもうおかえりなんですか?」と私が声をかけると ああ疲れたから帰るよ署名するものはまだたくさんあるのかいと聞いたので南村君が今打ってるのだけ残ってるんですがそうたくさんもありますまいそうかいじゃあすまないが今晩中に書類を全部まとめておいてくれ明日の朝9時前に来て署名するから承知しました私がこう答えるとゴールドマン氏は部屋を出て 廊下を隔ててたた。南村の部屋へ入って行った私は彼を見送るつもりで続いて向かいの部屋へ入っていくと南村君は充血した目を上げてゴールドマン氏に「もうお帰りですか」と言った彼は「ああ帰るよ明日の朝早く来て署名するから今日中にやっておいてくれ」と答えてで、ね イインボイスはどれくらい残っているんだと尋ねたもうでですす。が、相当長いのばかしなんですこう言って南村は私の方を向き「どうもお待たせしてすみませんね」と気の毒そうに言った私は「いや構わないよ」と答えた ゴールドマン氏は私たちの会話が終わるとじゃ頼むよさようならと部屋を出かけた私はその時にふと思い出したことがあったそれはアメリカのある新しいマーケットから代理店にしてほしいとの申し込みがあってその返事を書くのをすっかり忘れていたのである向こうからは近頃当地でも日本商品の需要が激増した おは信用ある店だと当地の銀行から聞いているので代理店にしていただきたいと言ってきていたのであるこうした手紙はよく受け取るのであるが返事としては A 支払い条件 B コミッション等について書き送らねばならないのである私は部屋を出かけたゴールドマン氏にこの手紙の話をし あの手紙の返事ですが、明日はとても忙しいと思いますから、今からすぐに返事を書いておきます。というと。ああ、そうしておいてくれ。で、支払い条件はどう言ってやりましょう ?30 日払い手形にしましょうかええ、それでは危険だ。一覧払い手形で支払ってほしいと言ってくれ。で、 口線はいつものとおりですね。そうだね。織物類2%、一般雑貨5%。承知しました。私がこう言うと。じゃあ頼むよ。おやすみ。と言って、ゴールドマン氏は帰っていった。私は南村に。君、急ぐことはないぜ。ゆっくりとやればいい。 僕はどうせ家に帰ったって別に用事はないんだからと言って自分の部屋に帰っていったのだ3私は自分の部屋に帰ると直ちにゴールドマン氏に言いつかった通り代理店申し込みに対する返事を書き始めたもっとも書くといってももちろんタイプライターで打つのであるし別に難しい手紙でもないので 下書きもせずいつものように考えながらタイプライターで打っていたのであるゴールドマン氏が店を出てから20分か30分余りも経ったと思う頃だった私は相当に長くなったこの手紙を打ち終わっていたと突然静まり返った会社の表通りに自動車の急停車の音が聞こえて23人の人たちが会社の中へ入ってくる気配がした 誰だろうと思う間に無遠慮な靴音がだんだんと近づいて私の部屋の前で止まったそしてドアにノックが聞こえたお入り私はすぐにこう答えたしかしこうした言葉が私の口から出るか出ないうちに扉は外から開かれて背広姿の2人が部屋の中へ入ってきた失礼します にたたっ私はこんなものですがしばらくお邪魔いたします彼がこう言って差し出した名刺によると神戸市松宮警察署ザ・サーティース・ディグリー・デパートメント刑事・土岐三郎と印刷してあった私は警察の人と知ると安心してああそうですか失礼しました さあどうぞと2人に椅子を勧めながらも名刺に書かれた「サーティス・リグリー」の文字を返しかねて頭をひねった読者書士もご存じのようにサード・リグリーというのはアメリカの警察で工夫されたもので正しい日本訳があるかどうか知らないがある犯罪が犯されて証拠の不十分な場合に有力な権疑者を捉えて徐々に尋問を進めていく探偵法なのである 私はフォースディグリーフィフスディグリーが引き続いて考案されたと聞いていたしかしこのサーティースディグリーはあまりにも意外だったのである土岐刑事は私の腹の中を見抜いたように微笑んでサーティースディグリーがご不審なんじゃありませんかと落ち着き払ってでは要件にかかる前にその説明をいたしましょうか 人懐っこい面持ちで語りだしたのであるこの文字にはどうも適役がありませんので英語のままで書いているんですが強いて訳すれば「探偵法第13号」とでも言いますかね23か月前のニューヨーク探偵手法に発表されたものなんですが分かりやすく言えば「今誰か殺されている」と届け出がありますねすると 現場検証なんかは係の者に任せておいてこのーティースディグリーデパートメントの者が早速と別行動を始めるんですでこの別行動というのは殺人事件の場合ですと被害者に関係のある人物をできるだけ多く事件の直後に訪問して証拠の収集に努めるんですもちろん A は誰 B は誰といった風に手分けして訪問するわけなんですがね 時刑事はこう言ってタバコを取り出した私がマッチを吸って火をつけると「ありがとう」と丁寧に礼を言いながら言葉を続けたこのシステムはまだ米国でもとやかく議論があるようですが私たちの警察で早速とこれを採用することになりましてねでいわばこの事件が背踏みといったわけなんです彼は、 この事件がと言葉に力を入れて私の顔を見たこの事件が私は口の中で繰り返した変だと思って彼の顔を見た一瞬不気味な沈黙が続いた南村の打つタイプライターの音も聞こえなかった多分不意の侵入者を疑って耳を立てていたに相違ない で、その事件とおっしゃいますのはと私は口を切ったと時刑事は私の顔をまともに見ながらゴールドマン氏が今しがた誰かに殺害されたのですと何気なく言ってタバコを大きく吸った私は飛び上がるほど驚いてえ そりゃ本当ですかと叫ぶように言った刑事はうなずいたしかし私は心の中でゴールドマン氏が帰ったからまだ230分しかたたないそれなのに彼が殺されてその犯人を探すためにもう刑事がここにいるそんなことがありえるだろうかと考えてみた しかしつい先ほど説明されたサーティーンスディグリーを考える。ありえる。と断定せざるを得なかった。私の顔の筋の動きをじっと見守っていたトキケージはタバコの灰を落とすと少し調子を変えて。今あなたのほかに誰がいられますか。と私に尋ねた。一人だけいます。 インボがかりの人なんですがそうですかではすみませんがその方をお呼びくださいませんかあなたとお二人にゴールドマン氏が店を出られた前後の事情について少しばかりお聞きしたいのですが承知しました私がこう言って廊下に出ると南村は私が思った通り自分の部屋の扉を少し開けて耳を立てて 私は彼のそばへ寄ると小さな声で「聞いていたか?」「聞いていましたよ」「私はまた部来館でも侵入してきたんじゃないかとびっくりしてね」「ゴールドマン氏が殺害された」と言うんだ私はびっくりしてしまいましたよすまないが来てくれ何か聞きたいことがあるんだそうだ」 こう言ってて南村を連れて再び土岐刑事と彼の助手らしい男との前に現れた約1時間もの間彼はいろいろなことを私と南村に尋ねたとりわけゴールドマン氏が店を出る前後の模様について彼の質問は詳細を極めたしかし私たち2人はここに記してきた以上のことは何も語りえなかったのである 尋問が終わると彼ら二人はゴールドマン氏の部屋私の部屋南村が働いている部屋等を家宅捜索の形式で捜査し始めた、4. ゴールドマン氏の事件があってからちょうど二週間目のことだった土岐刑事から電話があってあの事件についてですが 新聞はもう他殺説を否定していますしこちらの方でも自殺説を称える人がたくさん出てきたのですが私はあくまで他殺説を誇示していますつきましてはもう一度だけあなたにお伺いしたいことがありますので恐縮ですが署までご出向くださいませんかと言ってきたのである私は承知いたしました早速お伺いいたします と、答えて、てて直ちに彼を訪ねっった。時刑事の部屋へ入っていくと、と、やどうも。ご苦労さんですと。愛想よく机を隔てて彼の向かいにある椅子を進めてくれたそして、私が腰を下ろすとすぐさま早速と問題にかかりますがあの事件についてもう少しお伺いしたいことがあるのとちょっとお詫びしておきたいことがありましてね。 と言った。そして言葉を続けて、ゴールドマン氏事件直後、私と私の助手とがお棚へ伺ったことがございますが、もちろんご記憶でしょうね。はい、覚えております。いろいろとお話を承りまして、後にゴールドマン氏の部屋や、あなたの部屋を調べさせていただきましたね。実はあの時に、 あなたの机の引き出しからこっそりと湿気してきたものがあるんですがなんだかご存知でしょうか彼はこんなことを言い出した私はそんなことは夢にも知らなかったのでさあ気づきませんでしたが何ですかしらと尋ねると彼は笑いながら机の引き出しから原稿用紙を560枚つづったものを取り出してこれなんですよ 無断で読ませていただきましたがどうもゴールドマン氏をモデルにされた創作じゃないかと思うんですえゴールドマン氏をモデルになんでもドッペルゲンーがテーマになっていますが彼がこう言ったので私はそれが何の原稿であるか思い出したそれは事実ゴールドマン氏をモデルにしたものであったしかしモデルとはいうものの 死が過去に犯した一犯罪と死の性質をそのまま借りたばかりでテーマとしてはドッペルゲンーを使ったのである読者書士もご存知のようにドッペルゲンーの言語はドイツ語でドッペルゲンガーであり井上の「英和大辞典」では「ダブルゲンガー」として「精霊」「離婚」というような日本訳がついている何でも自分自身の目で見えるんだそうで この第二のの第自分の姿、すなわちドッペルゲングを見るとその本人は死ぬるという言い伝えがあるんだそうである私はこのドッペルゲングを使ってある小説を書いていたのであるがまだ書き終わらぬうちに同じドッペルゲングを取り入れた新作を読んだのである私はしまったと思った線を越されたのである今さらこんなものを発表しても とだと思われてはだとこう思ったそしてそのまま机の引き出しに放り込んでいたのであるこれが土岐刑事に見つかったのである私は彼にこう語ったすると「そうですか」であなたはあの小説の筋を覚えていられますかと尋ねた。 もう1年余りになりますからどんなふうに書いたか忘れましたが筋だけでしたら記憶していますそうですかでは恐れ入りますがあらすじで結構ですからお聞かせくださいませんか私はなぜこんなことを聞くんだろうと思ったしかし「承知しました」と答えて簡単に筋を述べたのである 長らく神戸の元遺流地で輸出貿易をやっている外人があった彼は過去に人一人を殺して金を奪った経歴の所有者であるそれは彼が生運の志を抱いて日本へ渡ってくる船の中での事件であった彼は現在では一流貿易商館の主人である財産も名誉もできている ししかしさすがに傲慢不尊な彼も夜る年波みとともに過去に犯した罪悪のために思い悩んでいる突如彼の目にドッペルゲングが見え始める「親ドッペルゲングだ」と最初彼は驚愕しただが神を信じない彼にこうしたものの信ぜられる理由はなかった彼は自分のドッペルゲングの正体を知ろうと努める 正体がついにわかる驚いたことにもそれは自分が数十年前に殺した男の息子であったその男が彼のドッペルゲングを装っていたのだ「バカめ、俺が自分のドッペルゲングを恐れたりすると思うのかこんなものを見れば精神が錯乱して自殺でもする」と思っているんだろう「バカめ、そんな手に乗るものか」 俺はもうこの世に何の望みもない体だ。俺はお前が俺を殺したように見せかけて死んでやる。そうなれば、お前は俺を殺した嫌疑で逮捕される。そして、講師台へ送られるだろう。俺は地獄から貴様を笑ってやる。彼はこう独白して自殺する。しかし、 まだ何の用意彼の死を他殺と見せるためのもうできていないうちに彼はピストルを着ぐるいのように振り回していて謝って自分自身の頭を射抜くのだ彼はドッペルゲングを見て発狂したのであった私が語り終わると土岐刑事は「ありがとう。 私を正面に見たをにそしてあの最後のあたりですが「他殺のように見せる自殺うんぬん」とありますがこの部分は全然あなたが創作されたものでしょうかと言いますと変に聞こえますが私はもしかするとゴールドマン氏はあなたがお書きになった小説と同じように何かの目的があって他殺と見える方法で自殺されたんじゃあるまいか とも考えるんです私はそうした理由があったかどうか存じませんしかしご参考までに申し上げておきますがゴールドマン氏は過去において一英国人を偽って彼の財産を横領しておりますそれがためにその英国人は彼を恨みながら毒を仰いで寂しく死んでいきましたこうしたた理由のために その男の息子は彼を父の仇として狙っていたかもしれません私はこうした事実を小説に創作したばかりなのです私は自分自身にもわかるほど興奮していた時刑事は私の顔を見つめていた彼は口を切ってでは今お話になったゴールドマン氏が過去に犯した犯罪云々ですが あなたはこの話をゴールドマン氏からお聞きになったのでしょうかもっとも本人の口からこんなことは言わないと思うのですがいいえあの人の口から聞いたのではありませんではどうした方面からお聞きになったのでしょうかもしお差し支えがございませんでしたらお話しくださいお話しいたしましょう私はこう言って声を落とした ゴールドマン氏が間接に殺した英国人は、私のの父親なのです。私がこう言うと土岐刑事は大変に驚いたと当時にちょっと変な顔をしたそして「でもあなたは日本人でしょ」と言った「そうです私は純粋の日本人です」 私を産んでくれた両親も武士の血を受け継いだものでしたしかし国籍の上では英国人だったのです土岐刑事は興味深げに私の言葉を聞いていた私は続けた私の父母はアラスカ土着の民族ワシでしたバンクーバーからあまり遠くもないところ詳しく言いますと太平洋沿岸にある島の町

そして自分たちは今まで外国人の血が混ぜられぬように注意深く結婚してきたお前は大きくなれば祖先の地である日本へ帰れと言っていました私は子どものうちは父のこうした話をおとぎ話を聞くように聞いていました教育は合衆国で受けましてエール大学を卒業しました 父の言葉はいつも忘れませんでしたそして高等教育を受けるうちに地理的歴史的に考えましても父の言葉は事実に相違ないと分かってきました。と言いますのはご存知の通りあの辺りはジャパンカレントが流れていますしたがって潮流の関係から考えましても長い年代の間に育児 幾百層の日本の難破船が日本人を乗せたまま漂流したであろうとは当然考えられるのでありますでこれ以上の話は事件に関係もありませんから省略いたしますがこの私の父が住んでいた島へもう10年にもなりますがゴールドマン氏が海産物を買い入れに来たことがありましたその時に 還元をもって私の父を騙し、全財産を横領したのです。父はそれを苦にして、先ほどもお話ししましたように、毒を仰いで自殺したのです。私が語り終わると、時刑事は私を同情の目で見守りながら、さすがに自分の職務を忘れずに、では率直にお聞きしますが、あなたは、 いつかはお父さんの無念を晴らすおつもりでゴールドマン氏の会社に勤めていられたのでしょうかと突っ込んだ質問をしたいいえそうじゃありません私は偶然にゴールドマン氏の会社へ勤めるようになったのですでは彼を一見して自分の父の仇だとお分かりになりましたかい,いえ 私は前に死を見たたししはまにをことがありませんでしたしゴールドマンというのは彼が日本へ来てから勝手につけた名前なんです私が知っていたことはただあれほどな年配の銃でコーフマンという名だということでしたしかししばらく勤めているうちに彼の本名も古い記録で分かりましたし私の父の敵少し音頭をかきますが にいないということも彼のいろいろな話を総合して分かりましたではあなたは機会があれば父の仇を討とうとお考えになりましたか考えました私はこうはっきりと答えたと岐刑事の顔はさすがに緊張したしかし落ち着いてそうでしょうそしてあなたは 巧妙にゴールドマン氏を殺害されたのですね。私には彼の言葉があまりにも意外だった彼は言葉を続けた私は主樹な状況証拠を集めましたそしてその結果あなたが死を殺害せられたに相違ないと推定しましたしかしあなたがどんな理由で殺害せられたか 想像もつかなかったのですだが今のお話で全てが分かりました土岐刑事はこんなことを言った私は自分の顔色がさっと変わったのを自分自身で感じた私は天地神明に誓って申します私は決してゴールドマン氏を殺害したのではありません と言った。刑事は口元に微笑を浮かべていた様子だったではもう一度あの夜ゴールドマン氏が店を出て行かれた前後の事情についてお尋ねしたいと思いますお答えくださいと言った承知いたしましたと私は答えたそれから私たち2人の間には 次のような会話が交わされたのだ。6最初、ゴールドマン氏が帰る支度をして、彼の部屋から出てこられたのは何時頃でした9時15分でした。なぜそんなに時間をはっきり覚えていますか私はその時、偶然にも時計を見ていたのです。では、 ゴールドマン氏が店を出られたのは何時頃でしたその時は時計を見ていませんでしたので確かな時刻は存じませんしかし9時15分に部屋から出てこられまして私との会話が約5分間インボイス係の南丸君との会話が同じく5分最後の私との会話も約5分としますとゴールドマン氏が店を出られたのは9時30分頃だと思います では市が会社を出られたのは9時半としましょう次にお棚から現場までの距離ですがゴールダマン氏の足で歩かれて何分ほどかかるでしょうかあの方は外国人にしては足の遅い方でしたから45分かかるだろうと思いますではゴールダマン氏が現場へ現れた時間は9時345分のわけですねそれで、 パシフィックガレージの運転手の申し立てているピストルの音を聞いた時間すなわち9時35分とほぼ合います今こうした時間を表にしてみましょう19時15分から9時30分ゴールドマン氏とあなた南村君再びあなたとの会話29時30分ゴールドマン氏退社39時35分 ゴールドマン氏射殺るここまでは今お聞きした時間ですがこれに警察の記録を加えてみます49時35分運転手パンクを持って自動車を停止させる59時35分から9時38分自動車点検69時38分から9時40分ゴールドマン氏の死体発見 79時40分自動車の運転手警察へ出発89時44分運転手警察へ出頭99時55分私と助手がお棚訪問こうなるのですが右の表の中で2の時間から9までのあなたのアリバイがどうも明白でないと私は考えるのです 明白でないとおっしゃいますのは記録によりますとこの時間中すなわち9時30分から9時55分まで25分の間あなたはタイプライターを打っていられたことになっていますその通りですしかし誰かそれを証明できますか南村君が証明できると思いますダメです 南村君とあなたの部屋は廊下を隔てていますそれに南村君自身もタイプライターを打っていたのです従って彼自身の機械の音に遮られてあなたのタイプライターの音はあの人の耳に入っていないはずですもっとも南村君のタイプライターの音もあなたの耳には聞こえていないと思うのですがごもっともですでは先ほどの時間表の9の時間に あなたが助手の方と私の部屋へ来られましたときに私のタイプライターに打ち刺したレターペーパーが挿入されていたのをご覧くださったことと存じます見せていただきましたそして無断でカーボンコピーの写しを一枚いただいてきました結構ですあの手紙の文字はいくごあったか数えてくださったでしょうか数えてみました758号ありました 私は1分間に125の記録を持っていますしかしこの記録は競技会で作ったものでありまして会社で商用分を印刷する場合にはこれほどのスピードを出せませんましてあの場合原稿なしで頭の中で考えながら打ったのでありますから1分間55余りのものでしょうで25分の中から78分間を 印字にかかるまでの用意その他に費やしたとすれば残りは178分この時間に1分間50語ずつ印字したとしますと850字ですからこれで私のアリバイは立派にできると存じますよくわかりましたしかしこんなふうに疑えないでしょうかあなたがアリバイを作るために前もって ああした手紙を用意されていたとお疑いになるのはご自由ですが記録ででもご覧になるようにあれはゴールドマン氏が言われた通りのことを書いたものですしかし言われた通りとおっしゃるのはただ1支払い条件2口繊に関する点じゃないのですかそうですそうすれば45通変わった手紙 すなわち一蘭払い30日払いの支払い条件を書いたもの高い口線安い口線を書いたものと45通を前もって用意しておけば十分じゃありませんかあなたはこうした準備を整えてゴールドマン氏が店を出る前にわざとインボイス係の南村君を前にして彼から支払い条件と口線率との指図を受けたそして市が店を出ると直ちに自分の部屋へ帰って 用意しておいた45通の手紙のうちで指示通りに書かれたものを取り出してタイプライターに差し込み残りの34通は丸めて灰皿の中で焼いてしまった南村君は自分の部屋で一生懸命にインボイスをタイプライターで打っていたので小さな物音は聞こえなかったあなたは足音を忍ばせて表へ出てゴールドマン氏の後を追ったそして現場で死に追いついて自分は お前が関節に殺したアラスカの州長の息子だ。父の復讐をする、と言って射殺された。なるほど、名水論です。では、狂気のピストルはゴールドマン氏のものを前から私が隠していたとおっしゃるんですね。その通りです。そうですか。では、先ほど大勢になりましたように、死後通の手紙を、 ああららかかじめ印字ししておいいた証拠がござまますかしらありますり一応はあなたが言われましたように私たちがお棚へ向かいました時にタイプライターに差し込んでありましたが他の3通か4通すなわちゴールドマン氏の指図に相違しているために不要になったものは丸めて灰皿の中で燃やしてありましたご存知のように書類を焼き捨てる時は 灰をよくもんで粉にしかしもし私がこう言いましたら何とおっしゃいます確かにゴールドマン氏の指図と異なった34通の手紙は以前から打っていましたし焼き捨てもしましたしかしそれはただ南村君から回ってくるインボイスを待っている間に面白半分にまたは 他の理由のために印字をしたものであなたがご覧になったタイプライターに差し込まれていたものは事実ゴールドマン氏が店を出られてから打ったものであるとそうおっしゃると私はあなたの弁明を反論する何の証拠も持っておりませんではこの問題はしばらく起きましてちょっとお尋ねいたしますがあなたが今おっしゃった手紙すなわち 前述の表の2から9までの間に打たれた手紙別の言葉で言いますとあなたのアリバイであるあの手紙を打っていられた間に何か変わったことがありませんでしたでしょうか例えばネズミが出てきたとか何か物音がしたとかまたは電気の光が瞬いたとか何でもいいんですがほんのちょっとしたことでも何か変わったことが起こりはしなかったでしょうかいいえ 別に何も変わったことはなかったかと思いますがそうですかしかしくどいようですが今もお聞きしましたようにネズミでも出てこなかったでしょうか出てきたかもしれませんが、まあ、私は一心にタイプライターを打っていましたからそうですね出ていたとしてもお気づきになっていないかもしれませんねでは何か物音でも聞きませんでしたか そのご質問に対しても前と同じように申さねばなりません何しろタイプライターを打っておりますとキーがルーラーに当たる物音で少々の音は消されてしまいますそうでしょうでは電気が瞬きはしませんでしたでしょうかいいえそんなことはありませんでした確かにありませんでしたか確かに 変な質問かもしれませんが、この点だけをどうしてそうはっきりとお答えできます。私は一心に手紙を打っていましたので、ネズミの出てきたことや少々の物音は聞き漏らしたかもしれません。しかし電気が瞬いたりするようなことがありますと、いくら私が一生懸命にタイプライターを打っていましても、決して気づかぬはずはないのであります。と言いますのは、 ご覧になったことと存じますが、私の使用していたタイプライターは電気タイプライターであります。普通のタイプライターは、ご存知のようにキーを打つ、指の力で動くのであります。したがって、キーを叩かねばなりませんが、電気のものですと、キーに強く触れるだけでいいのでありまして、そうすることによって電流が通じ、電気の力で印字されるのであります。 こうしたわけでありますので停電があったり電気がまたたいたりするようなことがありますとその瞬間機械が動かなくなりますですから私が気づかぬわけは決してないのでありますと、岐刑事はにっこりしたそして静かにとうとうかかりましたねと言ったあっ 私は心の中で叫んだ彼は続けた電気は二、三度瞬いたんですよインボイス係の南村君もそう言っていますがねあなたは電気タイプライターを使用されていたのにそれに気づかれなかったとは変ですね私は「しまった」と思った。 体の血潮が一度足の方へ降りていくのを感じた。顔は土色に変わっていたにそういない。私は何をするともなくふらふらと椅子から立ち上がった。が、育児なくまたベタベタと座ってしまった。私はここまで書いてきてふとこんなことを考えた。もし自分が。 今何かの理由でこの手記を中断すべく余儀なくされたと仮定する例えば心臓麻痺による予期せぬ突然の死といった理由のためにすると読者書士はこの手記はこれでしまいだとお考えになる従ってゴールドマン氏殺害犯人は私であるとご推断になることだろうとしかし読者諸君よ 私の手記はまだ終わっていないのである私は続けるなな土岐刑事は私を見守っていたが突如ハハハハと交渉した私にはあまりにも意外だったというのは私は当然どうだ恐れ言っただろう 僕は君をゴールドマン氏殺害犯人として逮捕するという彼の言葉を予期していたからである私はあの夜全ての準備を整えゴールドマン氏を殺害すべくひそかに彼の後を追ったこれは土岐刑事の推理通り事実であるしかし私は天智神明に誓うゴールドマン氏は私の手によって殺害されたのではないのだ 彼は自殺ししたのかもしれない。がいずれにせよ死が自殺したということが明白になるかまたは他殺とすれば犯人が出現せない以上私が彼を殺したと考えられても仕方がないそう考えられるに十分な状況証拠は時刑事によって集められていたのだでは自分は公衆代に送られるのか こうした考えが突如私の脳裏にひらめいたのだそれがために時刑事がとうとう罠にかかりましたねと言った瞬間思わず立ち上がってまた育児なくベタベタと椅子の上へ座ってしまったのだゴールドマン氏が店を出ると私はすぐにインボイス係の南村君がいる部屋を出た そして自分の部屋に帰ると土岐刑事が推理されたようにゴールドマン氏の指図通りに印字されている手紙を取り出してタイプライターに差し込んだ不要になったものは丸めて灰皿の中で火をつけた南村君の打つタイプライターの音が静まった店中に響いていた私はそっと表に出たアメリカから持って帰った拳銃をポケットの中で握っていた 私はゴールドマン氏に追いすがり名乗りを上げて射殺するつもりだった会社を出て2三3 0メートルもかけた時に突如拳銃の響きが市林の静寂を破った私は驚いて立ち止まったしかし変な予感を感じて走った確かこの辺りだと思って北町通りに出てふと見ると人が倒れている私は 一目見るととるゴールドマン氏と分かった自分が今一足早ければ私自身の手によってこうしたありさまになっているだろうゴールドマン氏だ私が勘違い無料といった様子で死体のそばに立っていると東町通りを山の手に向かって自動車のヘッドライトが近づいてきた人に見つかれば自分に嫌疑がかかるとっさにこう思って 裏町通りを回って一目散に会社へ走って帰った以上が私のこの事件に関係した全てである私は詳細を土岐刑事に語った彼はほほ笑みながらこう言ったそして言葉を続けてゴールドマン氏殺害犯人は パシフィックガレージの運転手警部清太郎なんですよ拳銃強盗の噂の主でありゴールドマン氏を殺害した犯人ですがあなたにとっては大恩人ですねもしあの男が死を殺していなければあなたが当然フグ大天の父の仇というわけであの夜死を射殺しているでしょうしそうするとまさか死刑にもなりますまいが 幾年かはビッグハウスに行かなくっちゃなりますまい,いからねと言ったそして人懐っこい微笑を顔に浮かべながら事件の全貌を物語ってくれたのであると岐刑事は語ったまず順序としてゴールドマン氏が提出したピストルの遺失届からお話ししましょう大分前のことでしたこちらの警察で ピストルルのの調べをししたた。ここととがありましたゴールドマン氏のところへは私がお伺いしたのですが、市はお国に住ませていただいていますと、護身用のピストルなんか必要じゃございませんねと言って、近いうちに署の方へ持参しますから、いいように処分してくださいと頼んだものですよ。私たちの方にしたって結構なことですから、そうですか。 それではいつでも構いませんから、お店まで持ってきておいてください。いただきに参りましょう。と言って別れたのでした。ところがそれから二三日経って、氏が顔色を変えて出頭し、ピストルを遺失しました。というのです。氏は確かに朝宅を出るときに持って出て自動車に乗ったのですが、ピストルがないのに気がついたのは昼前なので。 果たして自動車の中へ置き忘れたのか会社の中へ持って入ったあとに紛失したのかどうも覚えないというのですで私が「その自動車というのはどこのだか分かっていますか?」と聞きますと「はい毎朝タクから会社へ乗るパシフィックガレージの自動車で運転手もいつもと同じ男でした」というのです何しろ 失くしたものがピストルなので、手ゅ操作したのですが、どうも行方が分からなかったのですところが、今になって考えますと、あのピストルはやはり自動車の中に置き忘れられていたのですね、それを運転手の警部が隠していたのです次は、あの拳銃強盗の噂なんですが、これはただ単なる噂ではなく、事実2回、噂通り、元入り口の真ん中で行われたのです。 犯人はこの運転手の警部なのですゴールドマン氏が自動車内に置き忘れたピストルを隠しているうちにやったのですよところが偶然にも前後2回ともこの拳銃強盗に襲われたのはダンスホール帰りのよたも物だったので被害者はいずれも届け出なかったのですもっとも取られた金は23円の少額だったからでしょうが変にこんなことを届けて出て いろいろなことを聞かれているうちには自分の足元に火のつくような連中だったのですこれが拳銃強盗の噂がただ人の口のみに上って被害者の現れなかった原因ですねあのガレージの主人も言っていたことなんですがあの運転手の警部が拳銃強盗をやるためにわざわざ外出していたのならガレージのものだって変に思ったのかもしれないのですねところが 後ほどになって分かったことなんですが客を自動車で元入りちや特定まで送っていった帰りに自動車をちょっと物陰に止めて仕事をやりすぐにまた自分の自動車でガレージへ帰っていたのですねだから誰も不審に思わなかったのですよ警部もこの辺りでやめておけばよかったのですよ何も別段金に困ったわけでもありませんし立派な職業もあったのですからね ところが変なことに興味を持ち出したとしか考えられないのですが彼はまたやったのですねそしてこの時の被害者がゴールドマン氏だったのですあの夜警部は客を第二ってまで送っていったんだそうですがそのきと遊園地に沿った東町通りを走っていてふと今晩もやってやろうと思ったんだそうです で気づくと歩道を一人外人が山の手に向かって歩いているこの外人がゴールドマン氏だったのですが店を出ていつものように山の手に向かって歩いていたわけなんですよ警部はこの外人を自動車で追い越して北町へ回り自動車を止めたのですそして東町の北町角で死を待ち受けて角を曲がってきたところでホールドアップライフ・オア・マネー ところがその声に気づいたのか顔が見えたのかゴールドマン氏は「あっ君は!」と叫んだのです警部は驚いたと言っていましたよゴールドマン氏と知らなかったわけなんですねそれで「えーいしまった殺してしまえ」と一発発射してしまったのですゴールドマン氏はご存知のように 左胸部を射抜かれて崩れるように倒れたのです。そこで、あ有金音を思って服に手をかけたときに、あなたの足音を聞いたのですよ。警部は、しまったと思ったそうです。自分を追ってきたに相違ない、このピストルを持っていると言い抜けができないと思って、死体のそばへ投げたんだそうですが、それが歩道際の下水口にはまり込んだのですね。 警部が走って逃げようとしたがあなたの足音がもうすでに近すぎて逃げる間がなかったのですそれで走って気づかれるより物陰に隠れた方がいいととっさに考えて物陰に身を潜めたするとあなたは走ってきたしかしゴールドマン氏を抱き起こしもせずじっと眺めていた警部は変に思ったそうですよその時に、 あなたも先ほどおっしゃったように東町通りを自動車が1台山の手に向かって走ったそうですねそれに驚いてあなたは死体をそのままにして警察とは反対の方向へ駆け出したそして闇の中に消え去った警部は「さてはあの男かかり合いになるのを恐れて警察へ届けずに逃げたな」と思ったそうです あなたたたを驚かかせた自動車は、何も気づかずに山の手のの方へ走り去ったのですが、警部はあなたが現場を去られると大胆にも再びゴールドマン氏に近寄って現金在中の札入れを抜き取ったのですねそして自分の自動車を飛ばせて新聞にも当時報道されていましたように知らぬ顔で警察へ届け出たのですよ 私は最初から運転手の警部が怪しいとにらみましてね何の証拠もなかったのですが例のサードリグリーいてのでうまく自白させたのですしかし私はなぜあなたがああしたアリバイを作っていられるか判断に苦しんだのですよそれでご足労を願って全てを証明していただいたわけなのです土岐刑事は語り終わったそして言葉の調子を変えて こんなことを言ったのであるところでこのサーティンスリグリーですがあなたはどうお考えになります第一回の試験では成功だったと思われませんか少なくともあなたと私と親友にさせたという点だけでも